小泉又次郎は、日本の政治家。第87から89代内閣総理大臣、小泉純一郎の祖父。横須賀市長、定新大臣、衆議院副議長などを歴任した。大衆政治家で、入れ墨があったことから、入れ墨大臣、入れ墨の、又さんなどの異名を取った。神奈川県平民。1865年6月10日。 武蔵国倉木軍宇津浦総治文尊大堂に、飛び職人の父、吉兵衛、母、徳の次男として生まれた。吉兵衛は後に、横須賀に移って、海軍に労働者を送り込む、軍港随一の受け負い師になった。小泉又次郎伝によると、切符と腕っぷし、根性が物を言う商売、意地と我慢の商売と言われる家業で、又次郎はその地を引き、そのような家風で育った。 河瀬祖北によれば、ようにして、振動の誉れはなくて、ガキ大将の将あり。学問もしたことがなく、柔道劇権の心へまたおぼつかないが、どういうものか喧嘩が早くて、腕節が強い。という。ただし、又次郎の少年時代は、詳細な記録もなく不明な点も多い。14歳で横須賀学校を卒業した。ま次郎は、飛びの仕事を継ぐのを、 嫌がり、無断で、海軍士官予備学校の急性攻撃者中学校に入るが、父に連れ戻される。故郷に戻り母校の代用教員となるが、またしても家族に内緒で家を飛び出した。今度は、陸軍士官予備学校に、無断で入る。状況中に、板垣大助の演説を聞いて、不戦論者になった。兄が休止したため、父に連れ戻され。 今日限り魂を入れ替えて、家業を告げと言命される。その際、今度こそ軍人を諦め飛び職人になることを決意した証に全身に入れ墨を掘った。堀りし天太郎によると、特に港町ともなれば、蘇生もわからないような流れ物がゴロゴロ集まった。そんな彼らの上に立つには、入れ墨を掘るような人物ではないと現場を、しきれなかったろうという。 入れ墨を施した江戸時代の人、1870年、又次郎は、あちこちの仕事場を回り、職人に指図をした。そのうち周囲からは、親分と呼ばれた。憲法発布の年、1889年、東京横浜毎日新聞の記者になる。30歳の頃に芸者だった、綾部直と結婚した。創始の軍に入り、ピストルを懐にしては暴れ回り。 三浦政界を築する。1887年、立憲改新党に入党する。当時、神奈川県内では自由党に比べて改新党の党員は少なかった。又次郎はここで、島田三郎と出会い、その影響を受け支持していった。ただ当時又次郎は、特に改新党へのこだわりはなく、新派というわけでもなく、たまたま父吉兵衛と親しかった。 問い加策の誘いを受けての入党だった。1907年横須賀市会議員に当選、後に議長を務めた。神奈川県会議員を経て、1908年衆議院、議員選挙に立候補して初当選、以来戦後の公職追放となるまで連続当選12回、通算38年間の大義士生活を過ごす。政治家として本領を発揮したまた次郎は、野人の、 またさんとしてその名を轟かせるようになっていく。第2次五県運動では県政会幹事長として活躍。1924年に衆議院副議長に選出される。1928年から1929年と1937年から1938年には立憲民政党幹事長を務める。1929年から浜口内閣と第二次 若月内閣で、定審大臣を務め、入れ墨大臣の異名を取る。1942年に、翼3政治会第議司会長に就任。1944年から翌年まで、小磯内閣の内閣顧問を務めた。1945年には、貴族院議員に直選され、1946年に、公職追放されるまで務めた。 1951年9月24日死去、86歳だった。愛称の鈴江に見取られながらの死であったという。戒名は民政院連、任誉れ広し徳大古事。墓は横浜市金沢区の法住院にある。また次郎が立憲会新党に入党する直前の背景について、岩崎祖堂は少々エンターテインメントの味付けを加えて書き残している。 漫画のような話でそのまま受け止めるわけにはいかないが、こうしたエピソードを作りたくなるほど人々にとって、又次郎とは面白い存在だったのだろうと、評伝の著者は述べている。又次郎は普通選挙推進運動の投資だった。1920年2月22日、民衆を大規模に集めることで、不戦運動を高まらせようと、又次郎ら普通選挙を推進する。 国会議員らが仕掛けた不戦運動集会は歴史に残る大デモンストレーションとなった。でもや集会のたびに警官が刀を抜くなど参加者を威嚇することにまた次郎は我慢がならなかった。これまでも不戦運動の集会では多数の検挙者を出している。しかし弾圧の対象になっていると知りながらも多くの人々がこの日芝公園に集まった。会場の各所に 笛太鼓、クラリネットの楽団が配置され、演奏を始めた。下ショブ士だった。どこからともなく聞こえる歌声をいつの間にか民衆が、口ずさんでいる。歌声は、大合唱に変わった。3日後、衆議院で、不戦法案は否決された。本会議で、不戦運動は、社会組織を脅威すると徹底非難を受け、議会は解散した。 芝公園のデモを仕掛けた又次郎は、選挙期間中様々な妨害にあった。危険な社会主義者、過激思想の持ち主の先導政治家、社会組織を脅威する危険分子等、又次郎を、誹謗中傷する宣伝がなされた。ある支持者が、政府から、先導政治家と批判される又次郎を、心配して、また詐よ、不戦運動なんか、熱心にやったって、得にはならんよ。 あんたの選挙にも不利になる、とさとした。黙って耳を傾けるマタジロだったが彼は国会で貴族院が抗言した貧乏人に選挙権を与えるのは国家に反逆するに等しいという考え方に猛烈に反発心を抱いていた。後にマタジロはこう述解している。特権の牙剰から民衆を平明していた特権階級をマサヨシ、 平等の一戦まで引き下ろす。それと共に敷いたげられた仮想階級の地位を、正義、平等まで引き上げる。両者の均衡と握手の間に幸福なる、社会、健全なる国家を建設しようというところに、希望の焦点がある。大臣に任命され、皇居に赴いた際には、その風貌から誰も、大臣とは思わず、一緒に散大した足立健造の従者と間違われたという。 第二子武勇列伝1922年2月17日付の中外日報に第二子武勇列伝と題するコラム記事が出ている。親分議員が吉田磯吉和人ではなく与野党に数多くいたことがこのコラム記事から理解できる。この時代の正解には某をもって某を制する理論が公然とまかり通っていたわけで、まさに政治語る者は腕前がなければならぬのであった。 家は製品だった。日露戦争後のポーツマス条約に反対して、日比谷焼き打ち事件では大暴れした。大礼服姿の小泉又次郎を大臣就任の際に大礼服を持たぬ又次郎は、知人から借用してその場をしのいだ。この話が、新聞記者たちを喜ばせ、地元支持者たちにも伝わることとなったので、横須賀の人々が、ついに募金運動を始め、集まった金で、 オラが野人先生に大礼服を仕立ててあげたこうしたエピソードが庶民派を印象づけ、また次郎の人気を広めたという。純一郎は若い頃、ある記者から、おじいさんから政治の訓導は受けましたかと尋ねられ、い,いや花札しか教わらなかったと答えている。他にはと問われると、平然として、株音曲だと言った。この記者によれば、株音曲好きの地は、 小泉家全員に流れているという。小泉家では1月の2日か3日に全員で歌舞伎座に行くのが恒例となってます。これは地元の横須賀事務所を任せられている末程の正也が歌舞伎座の正月公演で三味線を弾いているからです。もちろん舞台の上のプロの芸ではなく幕の裏で林をつける素人の旦那芸です。何やかに矢で100万円はかかるそうです。 又次郎が人境肌の人だったせいなのか、小泉家にはそんな黒男好みの血が流れているんです。又次郎と家族左から、純一郎、又次郎、正也、純也、ありがとうございます。